よ。うん。いいよ。かわいい。してるサッカーチームの J1 山梨山梨なの、はい、曲り甘すぎじゃあ5枚だけ、5枚だけこの格好で名古屋から来ました、はい、来ますか新幹線乗って来ましたえぐあれですここを勇気ある、ね、見えちゃうからマフラーつけてえぐもうバレない新幹線これで来たんだって乗ってきたでも脱いでないですすがにますお疲れ様です。さすがっす。チャイナドレスで編集部に入ってきた。あいつチャイナドレスできたぞ。え、コナハ先輩は、それで飛行機乗ってきた？あ、飛行機じゃないか。ホテルからか。え、名古屋、あの、コナハ先輩の衣装を見てほしいんですけど、ミコさんで、新幹線で名古屋から来たらしいです。マジで見て。塗ってくれてます。ありがとうございます。メイクアシスタントコノハ。チーズ。ありがとうございます。はい、ありがとう何子ですか？袴です。はい、チーズ。メイクマッチ。いやー、アイラも気づいてる。オッケー、かわいい。いいって。皆さん見てください。この描き方まっすぐじゃなくてどういうどっからどうやって手を持ってきてどうやって描いてるんでしょう。えぐい斜めってる。わかります？これこのちょっとカメラ越しには伝わらないかな。ほぼ真横に持ってなんか縦っぽく縦書きっぽく描いてますよ。このそうですか。そうですさそうです。はい、味仙せんべいチャレンジ、はい、いただきます。辛いんですよね。辛いっていう噂。私食べたことないからわかんない。得意？大人さっき咳込んでた。え？めっちゃ嫌な顔してる。怖くない。後からも来ない、うん、大人がじゃあさっきなんかベビースターの味、うん、え、そんなそんなの普通に食べてんじゃん。普通にエビセンみたいな味。全然辛くないですか？うん、全然辛くないね。なんかちょっとピリ辛ぐらい、うん、辛いの苦手な人にとっては辛い。じゃあ無理か。うん、辛い、うん、辛い。じゃあこの二人がただ得意なだけ。辛いよ。キムチ、ピリ辛、唐辛子だよ。でもなんかそんなうっうっってなるほどの辛さじゃないけど、まあ辛いもの。ありがとうね。
確かに普通のせんべいよりは辛いかも、後味。うん、でココイチで辛飲んで辛いです。あベビセンって言ってる、うん、この人たち。めっちゃベビセン。ミーはベビスターっつってた。確かに。ベビスターと味はなんかせんべいの匂いがベビスターの匂いする。超かわいい。超かわいいじゃん。すぐかわいい。まっすぐで。これ。うん。もちろん見やす。そうですよね。でもそうかも、確かに。うん、かわいいよ。あ、ハートですか？リボンです。リボンですね。はい。かわいい。ねじってあります。かわいいでしょ。かわいいです。バレンタインコール。見てください、ここ。ハートですよ。ハートですよ。はい。いってらっしゃい。この子もかわいい髪型してますね。セーラームーンだよ。セーラームーンですか。うわお、すっきりバツエンク。なんだて？なんだて？なんだて？ちょっとすいません、一瞬すみません。あれ、分かった。卒業生入場。でででてん、でででてん。ウェディングや。あ、そうじゃん。在校生入場。あ、卒業生。はい、カメラ。カメか、卒業生、カメラが卒業生だって。あ、すいません、申し訳ない。ここに卒業生いるよ。もうね、なんでそんな偉そうにしないでしょ。こんな偉そうにこんな拍手しないでしょ。おめでとうございます。そうそうそう、見えの時みたいな。でも違う、襟見せたいんだってよ。演技してる。ダメだよ、笑っちゃう。何ですか？何ですかそれ？卒業生。空飛んでんのかな？何見てんの？誰が卒業すんねん。どこに卒業すんねん。2階建てみたいな。ヒストリーゲームが行われてた。はい、もう一回、せーもう一回、せーちょっと、はい、じゃあ、ちょっと行くよ。で、上に広げてやって、はい、しようです。これが紹介出た、あなた。あ、いいね、いいじゃん、いいね、いいよ。すげえ、よく回せんね。おじちゃんできないよ。これね、俺ずっとできたんだけど、いや、できなくなった理由がね、フラフープ子供用だもん、ちっちゃい。でしょ？うん。おじちゃんだってできたんだけど。はい。